はい、こんにちは、シャスカです。今回は男は損得で女は情で動くというお話を聞いていただきたいと思います。男女というのは、同じ人間なんですけど、もしくはですね、同じ日本人であってもですね、多分 99% の方がイメージするよりもはるかに実際は違うというふうに思っています。同じ人間だからこういうふうに理解してくれて当然っていうような認識だと、大概やっぱり裏切られてしまうと思うんですね。だからもう全く違うんだと、もう全然違うんだと。なので、半分冗談ですけど、もう異性というのは宇宙人なんだというぐらいの認識でいた方がいい人間関係を築けたり、もしくはうまくいきやすいというふうに思っています。下手にですね、同じ人間、同じ日本人だからこれぐらい理解してくれて当たり前だとかいうふうに思うと、ほとんどの場合がですね、なんでこんなこともわかんないのとか、なんでそんなことするのっていうふうに相手に対してすごくこう不信感を抱きやすいので、もう元からもう全然違うんだと。姿形は同じ人間でとても似てるんだけど、もう根本的に全然違うんだというぐらいの極端な発想でいた方が逆にうまくいくと思います。よく言われるのがですね、同性、男性と男性、女性と女性、同性だったら国が違っても理解できるけど、異性だと同じ国の人でも理解できないっていう言葉があるんですけど、本当にその通りでですね、想像以上に、例えば男性が男性の理屈でですね、女性を見るとまず理解できませんし、女性が女性の理屈で男性を見るとまず理解できないと思うんですね。なので、そのもう基本的に全然違うんだという前提で相手を見ると、その相手を理解しようとかですね、より良い人間関係を築こうっていう考え方に近づいていけるんだろうというふうに思っています。で、脳科学的な話をするとですね、脳ですね、脳みその脳の話をすると、その右脳と左脳っていう分け方をした時にですね、右脳っていうのがその感情とかイメージっていうのをこう司ってるんですね。で、左脳っていうのがその言葉とか論理というのを司っているわけです。そうした時にですね、男性はですね、その左脳と右脳をつないでる、そのトンネルみたいな部分、脳梁っていうんですけど、その脳梁が女性に比べて細いんですね。だから男性はその左脳と右脳のその連携が弱いんですよ。で、女性っていうのは男性よりもその脳梁が太い、つまり左脳と右脳をつないでるパイプが太いので、こう左脳と右脳がすごく連携がいいんですね。なので、女性っていうのはですね、その喋りながらですね、どん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 感情っていうのが出てくるし、どん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 イメージっていうのが湧いていくんですね。だから女性はどっちかって言ったら両方の脳を使ってる両脳型なんです。で、男性っていうのはどっちかって言ったら左脳を中心に使ってる左脳型なんですね。で、女性は両方の脳を使ってる両脳型で、男性は左脳を使っている左脳型だから、男性っていうのは理屈っぽいんですね。で、論理で納得しないとなかなか動けないっていうところがあります。その代わり、脳量が細いので、その右脳の方からその感情とかイメージっていうのがどんどん流れ込んでくるわけじゃないんですね。なので、こう一つ一つこう、月一、こう一個一個丁寧に考えていくっていうのが得意だったりするわけです。で、女性の場合はその右脳と左脳の連携がいいので、自分が考えていたり喋りながらですね、どん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 違う感情とか違うイメージっていうのが左脳の方に流れ込んでくるんですね。なので、そのなんかこう話に取り留めがないっていうか、そういえば、あ、そういえば、そういえばっていう感じでどんどんひらめいてしまったり思いついちゃったりするので、悪く言うと話が取り留めがない、その結局何が言いたいのかよくわからないっていうことになりがちなんですけど、いい意味でいくと、その感情が豊かだったり、イメージが、イメージでその何かを捉えるってこと、その言葉とか数字に表さなくてもイメージで直感的に何かを捉えることができるっていう、特徴があります。
なので、まあ、今回は男は損得で女は情で動くっていうタイトルになってるんですけど、正確なことを言えば男は論理で動くんですね。理屈で動くわけです。で、女性っていうのは情、まあ、感情ですね。で動くというのがより正確な言い方です。じゃあなんで論理的で左脳的な男性が今は損得で動くのかって言ったら、これは現代が資本主義だからですね。資本、つまりお金。お金っていうのがその世界を動かしている。だから世界を動かしているそのお金、資本主義っていうルールの下ではそのお金の面で得するっていうので動くと、まあ、理屈にかなってるわけですね。ルールがお金だった場合に、じゃあお金が儲かりそうだっていうことで動くっていうのはその理屈にかなってるわけです。論理的なわけですね。逆にルールが資本主義、お金が世界を動かしてるって言った時にお金が損しそうだっていうと動かないっていうのはそのまた理屈論理に合ってるわけですね。だから現代だったら資本主義なので男は理屈で動く、論理的に動くっていうのがすなわちその損得で動くっていうふうに、まあ、見えるわけですねっていう前提です。で言った時にですね、その男性と女性がじゃあどっち、その損得で動いた方がいいのか、もしくはその情で動いた方がいいのかっていうのを考えたいわけじゃないわけです。それは比べるその対象がおかしいわけですね。こう比べられないわけですよ。あの損得だけで動けば、その自分が得になるとひたすら動く、損になるときは全然動かないで、自分が得になることに時間とエネルギーっていうのを集中的に使えば成功しやすいですよね。自分がお金が得しそうな時、その仕事とかビジネス中心で自分が得になる仕事とかビジネスにおいてその時間とエネルギーっていうのをすごくこうたくさん使えば、あの成功しやすいわけです。その代わり幸せにはなれない。その損得で動く人って基本的には人から嫌われるわけですよね。あの人は損得で動いてるっていうことでいけば、あの人は自分が損になるときは動かないし、得になるときしか動かないっていうことであれば、あの人からは嫌われます。なので成功はしやすいですけど幸せにはなれないわけですね。逆に情で動く、別に損得抜きにして、あの応援してあげたいからとか、なんかこうすごくこう女心をくすぐられたからとか、なんか愛情があるからとか、そういう感じで動けば、時には自分に損になることでも応援したい人だったら応援するし、もしくはその愛情の対象であればやっぱり動くわけですね。だからすごく幸せになりやすいわけですよ。損得抜きで動けるわけですから、女性っていうのはすごくそういう面ではその行動が美しいわけですよね。なのでその幸せにはなりやすい。ただついついそのまあマザー・テレサ的な、その自分はいいと、とにかくその人を助けたいっていうことで動けば、その金銭面での成功っていうのは得にくいわけですよね。自分が損してでも動いてしまうわけなので、その金銭面での豊かさっていうのを得ることが難しくなるわけです。なのでその損得で動く男の方がいいのか、感情で動く女性の方がいいのかっていうのはもう全く無意味な話で、基本やっぱり両方の性、男性女性という両性がいるから社会っていうのが成り立っているわけです。ただ今回言いたいのはですね、まずはこの男は損得で女は情で動くっていうのを知っていた上でです。知っていた上で、じゃあ成功と幸せの両方を得ていくにはどうしたらいいんだろうっていうのを考えたいわけですね。損得だけで動いて自分の時間とエネルギーっていうのを得になることに集中させれば成功はできるけど幸せにはなれない。逆に情で動いて時には自己犠牲でも相手のためっていうことで動けば、幸せにはなりやすいけど成功はできない。でも多くの人が望んでるのは成功もして幸せにもなりたいっていうのが正直な感想なわけですから、なのでじゃあどうすればいいかと、この前提を踏まえた上でじゃあどうすればいいかっていうことを一緒に考えたいわけですけど、まあ、結論から言うとその中立、バランスですね、調和を取るっていうことです。なので男の人だったら時にはですよ、時には自分の損得っていうのを抜きにして自分が損になるのか得になるのかっていうのを考えずに、一瞬あこれやったら楽しそうだなとか、なんかちょっとワクワクするなとか、
ていうその直感とか感情に従って動くっていうことをすると、こう自分の中でバランスが取れるわけですね。で、自分っていうのがその中立、真ん中の方に近づいていけるわけです。で、逆に女の人だったら、いつも情で動いてですね、ついつい、やっちゃうんだけど、なぜかちょっと自己犠牲で苦しくなってしまうって言った時は、自分の感情をコントロールして、時には相手も得させるんだけど、自分もしっかり得を得ようという、まあそのビジネスでいうウィンウィンを考えるって、ウィンウィンですね、相手もウィン、私もウィンっていうウィンウィンを考えるっていうことを、その感情をコントロールした上でやろうっていうことを意識することで、中立調和が目指せるということなんですね。なので、一番つまらないっていうか、一番くだらないのは、男が損得で動くのが、その男性同士で話し合って、やっぱり女は男のその仕事の大変さとかビジネスっていうのを理解してないとかっていうことが一番つまらないですし、もしくは女性同士で集まってですね、主人が全然理解してくれないとか、主人はすごくこの家事とか育児とかに非協力的だとかっていうふうに女性同士で共感し合ってても、まあ何の生産性もないというか、それだと全然問題が解決しないわけですね。そう、損得で動く男性がいいとか悪いとか、感情で動く女性がいいとか悪いっていうことではなくて、やっぱり両方必要なわけです。だから仕事とかビジネスも大事だし、もちろん家事とか育児も大事だし、じゃあ仕事とビジネス、もしくは家事と育児でどっちの方が価値が高いのかって比べること自体が意味がないことで、両方が価値が高くて両方やっていく必要があるわけですよね。ってなった時に、相手を理解する意味でも、もしくは自分自身として成功と幸せの両立を目指していく意味でも、まず自分としてできるだけ中立を目指す、自分として調和を目指す、もし自分が損得でばっかり動いてるなと思ったら、時には損得を忘れて、自分の直感、楽しい楽しくない、ワクワクするワクワクしないっていう、その楽しければワクワクするんだったら、もうその損得なんか全然関係なくやってしまうっていうことを意識すると、自分の感情っていうのが真ん中に寄っていきますし、女性であれば自分はいつも情で動くんだけど、時にはやっぱり相手が得するだけじゃなくて、自分もしっかり得を得ようと、ウィンウィンを考えようということで、感情をコントロールしようということで、感情が真ん中に寄っていくと。で、感情が真ん中に寄っていくとですね、相手を理解する、もしくは相手を理解しやすくなります。自分の心っていうのがその透明になって、相手を映す鏡みたいになれるんですね。で、自分の心が透明で鏡みたいになると、あ、この人は損得で動くんだなとか、あ、この人は情で動いてるんだなっていうのが、だん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 こう見えてくるようになるわけです。そうすると相手を理解できるので、結果的にその相手との人間関係っていうのも良好に築いていきやすいということです。なので、相手を変えることは絶対できませんから、もっとこうしてくれたらいいのにっていうのは本当に無駄なので、絶対他人を変えることは絶対できないんですよ。だったらまず自分自身を、感情を中立、真ん中の方に持っていって、まずは自分自身の中で調和を取る、中立を目指すと。で、自分自身が中立に近づいていけばいくだけ、人の動き、なんでこの人はこんな時に動くんだろう、なぜこの人はこの時に動かないんだろうっていうのが、だん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 見えてくるし、理解しやすくなってくるので、そうすることで相手を理解して、そして相手とのいい人間関係を築いていこうというふうに、努めていくということがすごく大事になってきます。やっぱりなんだかんだ言っても変えられるのは自分自身だけなので、まずは自分自身がどっちに寄っているのか、どっちに寄りすぎているのかっていうのをしっかり認識した上で、その自分自身の感情っていうのを中立に近づけていくということが一番建設的な考え方で、なおかつ人生を変えたり、そのより良い人間関係を築いていくことに対してとても大切なことだろうというふうに思っています。はい、今回は男は損得で女は情で動くというお話を聞いていただきました。今回の音声をご視聴くださり感謝いたします。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。